皆さんこんばんは、シューです。今日もね、ちょっとずらっと出ています。えっと、最近、えー、僕がヴィンテージをつ、えー、ける機会が多くなったという形で、この2回ほどね、あのコンテンツ上げさせていただいていると思いますと、あのー、40ミリっていう大きさが少しちょっと僕の腕には、 大きく感じるようになってきたっていう話をしてると思うんですけども、えー、僕が普段使ってる結構主力のメンバーですねまあこうやって言うともうちょっとねあるんですけどもを新しいものこの下に並んでいるもの下に並んでいるものが比較的新しいモデルで上に並んでいるものいわゆるヴィンテージと呼ばれるものを、えー、僕の腕につけながら 比べていきたいと思います。で、一番上から、オメガ、シーマスターですね。こちらですね。こちらからいきます。オメガのシーマスター。で、その次、右側ですね。えー、プリンスオイスターデート9052チューダーでございます。で、その横、えー、ロレックスの6694のグレーダイヤル。で、ここに行くと、こちらがオメガのキャリバー283、30ミリキャリバーでございます。 で、こちら、キングセイコー。こちらは 44KS でございます。で、こちらちょっとライトの加減でね、見にくいですけども、こちら、グランドセイコーですね。57GS です。で、下に行きます。下の左側。バルティックの HMS-002 のシルバーダイヤルでございます。こちら、ネプチューンですね。ローリエネプチューンのシリーズ4でございます。で、こちら、WMT。 ブラッえー、ごめんなさい、WAD のバラクーダ。で、こちらの方が、えー、スミスのトランスグローバルという時計でございます。ここに並べてるものは、比較的僕がかなりこう、ちょっと頻度が高いもの。で、かなり僕が気に入っているものになります。あの、そんなにですとね、ブラックギルトまだ戻ってきてないですね。今日発送されて、えっ、ー、とね、全枚が変わりまして、 えー、この前はね、オーバーホルしてるので、完全に綺麗な形になって、えー、明日ぐらいにね、多分手元に帰ってくるんですね。で、シーマスターも今この TB を出してますけども、えー、シーマスターのクロノメーターも持っています、ヴィンテージを。えー、こちらはまだちょっと帰ってきてなくて、もう少し時間かかるかなという感じでございます。これをね、私の手首、こういう手首です。16.5センチ。 6.5インチ、私の腕にはめていきたいと思います。なので、あの、ヴィンテージで40ミリを超えるってほぼほぼないと思うんですね。あの、例えば、懐中時計を腕時計に変えてしまいましたみたいなモデルは存在するかもしれないですけども、基本的にヴィンテージは39ミリ以下のものだがほとんどかなと思います。 でえー、こちらの下に並んでいるものも一番大きいもので 39mm なんですね。なので 40mm を超えるものは今回はちょっと出してはいないんですけどもかなりね、やっぱ感じが違いますっていうのは分厚さが違ったりとか、えー、ことブレスレットです、ね、の幅が全然やっぱり違うんですね。えー、とヴィンテージのブレスレット、えー、もしくはストラップ大体 18mm から 19mm ぐらいが普通かなと。 思います、えー、もっと細いものもあるんですけども大体そのぐらいかと思いますメンズのものに関しては大体そのぐらいただ、えー、っとこの下に並んでるものはやっぱりラグがね2 0ミ、mm、リあるものがほとんど今の、えー、っと現行モデルと言われるような時計で一番多いサイズやっぱり2 0ミ、mm、リだと思いますこの辺でもかなりね手乗りの感じテクノにのした感じ違うので、えー、詳しくね 説明するわけではないんですけども、えー、ちょっとね、比べていこうかなと思っています。ちょっとね、外していきますね。ちょっとややこしいんでね、ちょっとずつこの上に上げていって、始めていくんですけども、よいしょ、よいしょ、よいしょ、行きましょうか。これですね、オメガの C マスターのテレビダイヤルですね。 ちょっとかか暗いかなちょっとだけ変えますね。こんな感じ。ちょっと近づけましょうか。まあ、こういう感じのものでございます。非常に綺麗なブルーダイヤルでございますね。こちらのケースが、えー、35ミ、mm、リ、ケース圧が11.5ミ、mm、リ、ラグトゥラグが40ミ、mm、リでございます。こういう感じ。 こちらに関しては、ね、ラグトゥーラグが 40mm あるので、そんなに短いラグトゥーラグではないんですね。ただ、ブレスレットがすごくしなやかだっていうことと、ケースは 35mm しかありませんので、かなり手乗りは綺麗にこう収まる感じ。こんな感じでございます。こういう感じですね。あの、時間がね、すごく長くなってしまうので、ちょっとどんどんいっちゃうんですけども、次、チューダーの プリンスオイスターデート9052こちらの方がケースが34ミ、mm、リケース圧が10.5ミ、mm、リラグトラクは40ミ、mm、リでございますこういう感じまあベストに近いかなという気はしないでもないですね非常に気持ちいいこの,ねの手首のねなじみ感です まあ、あの、こちらはオートマティックなんですね。オートマティックなんですね。なので、あの、えそうですね。オートマティックなんですけども、なので少しね、分厚く感じるかもしれないですけども、10.5ミ、mm、リなんでね、全然分厚くはたいとは思います。こんな感じ。よいしょ。次が、ロレックスの6694ですね。 こちらもケースは34ミリー、警察は10.4ミリ、ラグドゥラグが38ミリ、チューダーよりも少しだけラグドゥラグは短くなります。こういう感じですね。こういう感じですね。これが6694でございます。 こんな感じ。で、次。オメガの30ミリキャリバー。こちらの方はレザーストラップでございます。で、よいしょ。しょこんな感じですね。こちらは、ケースは35ミリ。ケース圧は12ミリあります。こちら手巻きなんですけども、12ミリあります。えっ、ー、と、 えっとね、ラグトゥラグなんですけども、これね、43mm。オメガのこの 30mm キャリバーの、この、この僕の、こちらのモデルは、ラグトゥラグ少し長いんですね。43はまあまあ長いと思います。いう形なので、少しね、ここが長くは感じるんですけども、オメガもね、ここね、すこーく湾曲してるので、綺麗にフィットします。こんな感じで。こういう感じでございます。これがオメガの 30mm キャリバー。 こんな感じですね次いきます。次が、キング成功です。キング成功は、ケースが36ミ、mm、リ、ケース圧10ミ、mm、リ、ラグトゥラグは43ミ、mm、リですね。これ、キング成功。4 4ースでございます。43ミ、mm、リのラグトゥラグがあるんですけども、ケース圧がなんと10ミ、mm、リ。 まあこちら手巻きでございますので非常に薄いモデルに当たってございますこれが 44KS ですこういうねバックルオリジナルがついてますこういう感じですねこういう感じよし次がねグランド成功ですね グランドセイコーはキングエセイコーに比べて少しだけ大きくなります。でグランドセイコーはケースが36.5ミ、mm、リ、えー、警察10.8ミ、mm、リ、えー、ラグドゥラグが43ミ、mm、リ、ラグドゥラグは一緒なんですけども、警察が少し変わるということと大きさが0.5ミ、mm、リ大きくなっています。これが 57GS、えー、でございます。 こ,んな感じこれはオリジナルではないんですけどその当時のグランド成功のこういう美女がついていますこんな感じですね非常にねラグが太いからかすごくねぺったんこに見える時計ぺたっとね手に張り付いてるように見える時計でございます すごくね、ラグが分厚いですよね。まあ、ザ・グランド・セイコーという感じなんですけども。なので、すごくね、逆にへらべったく、ぺったんこに見える時計でございます。こんな感じですね。こういう感じ。で、次が、ここからが少し新しいモデルになっていきます。えー、スミスえ、えー。スミスのトランスグローバル。 PRS54 トランスグローバルでございます。こんな感じ。こちらの方がケース38ミ、mm、リ、ケース圧が12.3ミ、mm、リ、ラグトゥーラグは46.75ミ、mm、リあります。なのでここがね、非常にやっぱり広くなるんですね。でもこのね、スミスのクロトランスグローバルは、このジュビリーブレスレット、ジュビリー あごめんなさい、ライスブレスレット。なので、非常につけ心地いい時計なんですね。スミスの時計は非常にバランスがいい時計です。なので、スミスに関しては、少し大きくなっても、少し重くなっても、あのね、すごくバランスいい時計なので、非常に手なじみいいと思います。腕乗りすごくいい時計だと思います。こういう感じ。こういう感じですね。 ただやっぱここからグッとね、このブレスレットがやっぱ太くなるのが分かると思います。こんな感じですね。これがスミスのトランスグローバル。綺麗な文字盤ですよ。ものすごくかっこいいです、これは。で、次が、バルティックですね。バルティックの HMS-002 シルバーダイヤル。これは結構ね、最近手に入れたモデルですね。こちらの、衣装。レザーベルト。 のものこんな感じです。こちらがケース38ミ、mm、リ、ケースは13ミ、mm、リ、ラグトゥラグは47ミ、mm、リ。ここですね。やっぱりここがね、長くなるんですね。長くなっていくと、少しここが浮き始めるんですね、ここ。ね、ちょっとこうピタッとではなくて、やっぱりちょっと浮き始めるんですね。で、こうやって上から見たときに、ストラップが結構ね、ストレートにバーンと折ってしまうんですね、ここが。 この感じがね、最近ちょっと気持ち悪くて、なんとなくこの大きさをが小さいものを選ぶようになってきてます。ただ、この時計はね、かっこいいので、あのー、僕みたいに腕が細くない方とかはね、もう全然いいと思います。もうめちゃくちゃかっこいい時計で、文字盤、ちょっと近づきますね。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。めちゃくちゃかっこいい文字盤なので、これはね、 あの少しお高い時計になりますけどもねかっこいい時計ですこのセクターダイヤルと言われるすねめっちゃくちゃ綺麗な時計なんでこれはね僕みたいに細くなかったら全然 OK だと思いますこれがバルティックですねちょっと遠くしますかっこいいでしょで次結構ねこちらの方は皆さんに閲覧をいただいているモデルになります ローリエネプチューンですね。ローリエのネプチューンシリーズ4でございます。こんな感じ。こちらがケース39ミリ。ケースが12.7ミリ。ラグトゥラグが46ミリでございます。46ミリぐらいになると、なんかちょっと削ってちょっとね、ラグが少し丸みを帯びるんですね。 こういう感じ。ローリエのね、もういいのはもう絶対このブレスレット。もう絶対このブレスレット選んでほしいと思います。もうめちゃくちゃ気持ちいいです。最高です、これ。こんな感じです。で、これも、こういう風にちょっと近づけていくと、こんな感じで、ブラックギルドっていうやつですね。かっこいい文字盤しています。こういうちょっと盛り上がったこういうね、風貌してまして。 きれいな時計です。きれいな時計です。で、ローリエはこのクラウンがでかい。大きい。なので、非常に回しやすい、操作性の素晴らしい時計でございます。ローリエのネプチューンです。こんな感じですね。で、最後に来るのが、こちらもまあまあね、閲覧数が多いんですけど、WMT、ウォッチエクスペリナメンタルユニット。 香港のブランドですね。こちらのバラクーダいわゆるこういうエクスプローラー1のオマージュと言われるようなものでございます。こんな感じ。こちらの方がケース36ミ、mm、リ。ケース圧が13.25ミ、mm、リ。ラグゼルが44ミ、mm、リでございます。なのでこのぐらいになってくるとね、あの全然大きさはマシかなと思います。ただこれね、結構分厚いんですよ。 これオートマチックで少しケース分厚めに作ってるのでまあまあ存在感あると思いますでこのねクリスタルもまあまあ分厚いものがついてるのでこういう感じ WMT のバラクーダですこれもねこのブラックダイヤルなんですけどもちょっと近づけていって かっこいいダイヤルしてるんですよね、これ。こんな感じの、めちゃくちゃかっこいいダイヤルしてますよね。こんな感じです。かっこいいでしょう。こんな感じで、あのー、10本、合計10本ですかね。ちょっと出させていただいて、 あのこの大きさをね皆さんにちょっとね見ていただこうと思ってあの僕の腕の細さはまあまあ細い方だと思うんですよね成人男性僕今49歳ですけども成人男性で一番ベーシック多分1 7ンチとか1 7 5センチぐらいの感じが一番ベーシックなのかなという気はしますけどね僕ちょっと手首細腕はねまあまあそんなにあの細くないんですけど手首が僕細いんですねあのねなのでボクシングをちょっとやったのでちょっと手首が結構僕細いんですけどもこんな感じあのこちらのね9052チューターのやつが一番僕はねぴったりくる感じがするんですね 6694もぴったりなんですけどもなんとなくこっちのね中打の方があの一番ピタッとくるサイズに僕は思っていますこんな感じですね綺麗に湾曲していますねこのこのラインめっちゃくちゃかっこいいなって自分で思ってるんですけどねこんな感じですなので今日はねちょっとこんな感じでたくさんの時計を出させていただいてややこしいちょっと動画になったんですけどもあの今になって思うんですけどやっぱり ケースの大きさ、非常に大事だと思います。で、ケース圧も、例えばこれから冬場になって、あの、ジャケットを着られるとか、まあ、コートとかね、例えば MA、MA1 とか、えー、袖口が閉まっているものであったりとか、えー、例えば、革のね、ライダースとかで、手首が結構細いものとか、なってくると、あの、時計の分厚さって非常に大事になると思うので、そういうこともちょっとね、 何かの参考になればいいなと思ってこんな動画を上げさせていただきました。えー、もう少しで340名様の、えー、チャンネル登録をいただくことになると思います。えー、今後もこういう形であの皆様のお役に立てるように、えー、楽しいコンテンツを 一生懸命上げていきますので、えー、よかったらまた、えー、チャンネル登録よろしくお願いしますコメントは必ずお答えさせていただきますので、えー、またよかったらコメントもお残しくださいませ今回はこういう新しいモデルヴィンテージのモデルを出させていただいて大きさの違いケースの大きさの違いケース圧での違いを皆さんに見ていただきましたちょっと長い動画になってしまいましたが、えー、よかったらまたコメントをお残しくださいませ 今日はこんな感じで僕の持っている時計をちょっと比べさせていただきました。えー、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。